ディアハロー、どうもおはようございます。アニメリアクションことマジラジオ芸人浜です。現在2月25日土曜午前11時10分です。さて、弱い5000年の草食ドラゴン言われなき蛇竜認定9話ですね。アベマ TV で見ていこうと思います。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。また本編中広告入ってくると思います。誠に申し訳ございませんがご了承のほどよろしくお願いします。もしくは、2週目に同時視聴していただければありがたいです。いきます。3、2、1、スタート。さあ、前回聖女様がね、せっかくこうなんか仲良くなれたというかね、蛇竜、草食ドラゴンと。やけど最後はなんかバッタ型のやつに操られたところで終わったかな。で、レイコはレイコであったね、シルバードラゴンやったかな、魔王軍の。遊ぼう言うて、ボッコボコにしてましたね。ボッコボコとか投げ飛ばしまくってましたね。レイコの強さが謎すぎる。そうそう、このバッタイドローにね。そう、シルバードラゴンはやられてるもんね、レイコに。町を沈めようとしてるのか。水間、水の間ってこと？喜んでるぞ。あれ？あれ？あれ喜んでるな。肥沃な泥。
来たね、レイコン。ライダーキック。めぐみの泥みたいな感じ、村人からしたら。あ、ドラドラ遊びだ。首をトトトしてね。聖女様の掘り下げが来たね。助けてまおうかな、これで。あ、さっきのどれや。あ、これでマッチできたんかな。せーの、ほんで精錬できたんか。ほう。おー、意図せず聖女になってもたやん。あ、デカドラに。
ほんまや。あ、乗っ取られたんちゃう？これ。わあ、あ、わかった。これは アンバーズって誰やん？ね、これがあの先々週2月11日ね、行ったしゃぶしゃぶ屋でこの歌が流れてたんですよね。あとうるせえやつらの2クール目のオープニングと、スパイファミリー2クール目のオープニングと、これ歌ってる人らか。あ、誰の声で出たんや今回。え、アンバーズです。声優なんかな。と見させていただきます、アンバーズ誰や思ったら、巨大なままの BD アンバーズ。え、これって二人とも男性なの？ちゃうんかな。うん、あ、まあ、上手で今回ね、まあこれ一応水の聖女でいいのね。ほんまは睡魔という、水の悪魔やったっちゅうことだよね。まあとりあえず泥の津波みたいなのをぶせたのに、まあ町の人たち喜んでしまいという、なんやろこの、意図せぬ正義になってたわけやね。正義、魔王軍に入った時も、なんじゃこのチンチクリンは、なんて、ガキは帰ってママのおっぱいでも吸っとけみたいなこと言われてたかな。やけども、そこに何通りかかった人間をこう水で、ほんまはこう殺そうとしたんかな。やけども崇められてしまって、そこで精錬が生まれたと。なんとも壮大なあの勘違いのもとできた町やったっていうことや。まあでもね、草食ドラゴンが人間は、どう生まれてきたかが重要じゃなくて、どうなりたいかが重要だみたいなこと言ってたから、まあ、あれにほだされたとは思うんやけども。まあ、レイコおもろいな、相変わらず。まあ、ほんで、なんか最後、あいつ、なんなのあれ、ゴードン、
じゃないな、これか、このボルケーの太田さんがやってる、これはシャチじゃないな、なんて読むのこれ、ちょっと ええわ、あれによって多分草食ドラゴン乗っ取られたとしても多分弱いから大丈夫やろうねと、そんな気がするな。この中で多分一番強いのはこの蛇竜だなって言って乗っ取ったやろうけど、間違いなく一番弱いからね。ライオットの小石だけで痛がってたからね。だし、まあ乗っ取られたところでどうなんやろう。それこそ麗子にやられたりしてね、蛇竜様から出ていけとか言って、そういう展開になってほしいね。いやー、ちょっと水の聖女かわいいわめっちゃかわいいわ。泣き方とかめっちゃかわいいね。なんか燃えさせてくれるキャラですね。はい、ということで、弱い5000年の草食ドラゴン、言われなきゃ蛇竜認定9話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いいたします。はい、ここからは僕の自己紹介タイムです。興味のない方はここで切ってください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやっております。で、普段やればできる、諦めない、これを伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしてますけれども、現在はコロナの影響により約3年間仕事がまともにございません。今も48連休確定中の、今日が42連休目かなですね。あと6日後にやっと仕事です。はい、で、今42連休になると髪とひげこんだけ伸びますからね。これが元です。で、まあ、貯金生活してますけども、まあ、いつまでも使って感じですね。しかも10月以降、さらにね、10% 収入減りますから、インボイス制度で。まあ、苦しめられてますけどね。まあ、そんな中でも、一応アニメのリアクション、毎日頑張ってます。1066日目ですね。ただ、おととしの、8月18日から、2020年4月頭にかけての約1年5ヶ月分、推定2000本以上のリアクション動画、自らの手で削除させられています。そんな苦行を乗り越えてやってるんですけども、13年以上使ってきたパフォーマーとしてのチャンネルでスタートしてしまったので、昨年の9月の14日、新たに本職のチャンネル作って分けたんでね、ぜひそっちの応援もよろしくお願いします。毎日19時に1本動画投稿してます。URL を説明文に載っけてます。なんか1個でも再生していただいて、ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。過去のアニメのリアクションは再生リストの作品別にまとめてます。こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアクション人ことマジ大道芸人浜でした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。